はい、新緑のね写真を撮りに近くの公園まで来てみました。今日はね薄曇りでね、ちょうど新緑の写真を撮るのにねちょうどいいかなと思ってきましたね。光がよく回るんでね、天気が強い、光が強い時にはね影が出てね、暗くなりがちなんですけども、コントラストのつきすぎでね、なるべく光が柔らかいこのような時は光が回って、明るめに撮るとねいい雰囲気で撮れます。はい、ちょっと今度は地面を背景にね撮ってみました。はい、背景が暗かったんでね、黒い、コンクリートでしょうけど、光がねうまくそこのところ一部分だけ差してたんでね、柔らかい光でね良かったんだと思います。はい、今度はねちょっと空の背景でね撮ってますけど、背景を空にした時にはねちょっとプラス側に補正してね撮らないとどうしても露出が暗くなりますんで、はい、刃先を狙ってね明るめに撮っております。これがプラス1ぐらいですね。はい、絞りはね 5.6 で撮ってます。シャッター速度はねもうオートですから、絞り優先ですから、これは赤い葉を主体にね強調して撮ってみました。新緑とは言えないかもしれませんがね。はい、ちょっと休憩します。空を背景にねまた撮ってみますね。なるべくね葉っぱの綺麗なところを狙ってね、刃先を狙った方がいいですね。で、空を背景ですからプラス補正してます。はい、これもプラス1ぐらいですね。はい、光が綺麗ですよね、柔らかい光で明るめに撮るとこういうふうに綺麗に撮れます。はい、葉っぱはやっぱり綺麗なところを狙った方がいいですね。はい、これも新緑ですね、明るめに撮っております。これはプラス 0.5 ぐらいですね。ちょっと場所を変えて、これなんていう花かちょっと分かりませんが、うつぎの花かな、うつぎ系だと思いますけども、花を狙ってみますね。今度は一部分の花にねピンとピシャッと合わせてね、あとはぼかすということでね、ぐーっと立体感が出てくると思います。もう背景の方はぼけてますけどね、手前の方だけピンと合わせてね、一部分にきちっと合ってないとねブレブレ写真ではどうもこうもなりませんので、ピントをきっちり合わせて手ぶれのないようにね撮ってみましょう。はい、右下の花にねピント合わせてきちっと撮ってます。いかがでしょうか。